浮雲は、二葉亭四明の長編小説。角垣、新編。第一編1887年6月20日。第二編1888年2月13日。錦江堂刊行。第三編は、との花1890年7月から8月まで、連載。合本、1891年9月。主人公の内海文蔵とそのいとこのお勢い、友人の本田昇の3人の姿を中心に描かれている。原文一致の文体で書かれた日本の近代小説の始まりを告げた作品で、四明の代表作。坪内逍遙の小説神髄を読んで満足しなかった四明が、逍遙の統制書生気質に対抗して書いた。当初は坪内逍遙の本名、坪内雄三の著者名で発表され、逍遙は報酬として印税の半分を受け取っていた。しかし四明は出来に満足せず、この後約20年間ほど小説の執筆から離れてしまった。内海文蔵は融通の利かない男である。特に何かをしくじったわけでもないが役所を免職になってしまい、プライドの高さゆえに上司に頼み込んで復職願を出すことができずに苦悶する。だが一方で要領のいい本田昇は出世し、一時は文蔵に気があった10枚のお勢いの心は、本田の方を向いていくようである。お勢いの母親のおまさからも愛想をつかされる中、お勢いの心変わりが信じられない文蔵は、本田やお勢いについて自分勝手に様々な思いを巡らしながらも、結局何もできないままである。ロシア文学から強い影響を受けた四明は、同時代のロシアの作家イワン・ゴンチャロフのオブローモフをこの作品のモデルにしたと言われている。また、その文体は第一編から第三編に至るまでに大きく変化している。第三編では文蔵の独白の部分が増大し、第一編で顕著に見られた読者への呼びかけをしながら物語をあたかも主導するような語り手の姿は背景に退いている。文章中の描写や各章の名称においても凝った見立てに基づいた下作調の表現は物語が進むごとに次第になくなっていく。原文一致の文体については三遊亭窓川佐の落語の速記本を参考にしたと言われている。この作品は未完であると言われるが、第三編の末尾には終わりと明記されている。それでも未完とされるのは続編の構想と思われる作品メモが発見されたからであり、二葉亭の意思として未完であったかどうかはわからない。ありがとうございます。